お願いいたします。それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話をさせていただきます。はい、私から2件お話をいたします。民族共生象徴空間の愛称についてが一つあります。ご配布申し上げた資料がありますが、2020年4月24日に白老町にオープンする、民族共生象徴空間の開設に向けて、愛称の早期決定、これは外前から国に要請をしてきたところでありますが、この度愛称等選考委員会を設置し、候補となるアイヌ語の愛称3案を選定し、一般の皆様の投票により決定するということになったところであります。ご配布申し上げた資料に入っております通り、候補は3つ、ウタグミ、イネタリ、ウポポイ、この3つの中から選ぶのであるということでありまして、専用ウェブサイトによる、インターネット投票とファックスで受け付けるということで、今日から11月11日まで、でございます。投票により決定した愛称は、12月11日に札幌市内で開催予定の500日前、カウントダウンセレモニーの場で公表をさせていただくことといたしております。なお、道では昨日から帯広市の藤丸デパートで、象徴空間の PR キャラバンを開催しておりますが、明日27日土曜日は PR アンバサダーに就任していただいている AKB48 の坂口渚さん、旭川のご出身だそうでありますが、この方に投票を呼びかけていただく、ご協力をいただくことといたしております。ぜひ皆さんの方の積極的な、報道をよろしくお願いをいたします。2つ目は日中経済協力会議の開催についてであります。来週の月から23日札幌市内のホテルにおいて、日本と中国、東北地方3省1自治区との経済協力の促進を目的とした日中経済協力会議を開催をいたします。まあ、これは去年ぐらいでしたか、日本側の その窓口である、日中経済協会からお話をいただいて、私の北海道でということを決めたものでございまして、中国から遼寧省の加藤富士政治協商会議主席、それから日本側からは日中経済協会の会長である新日鉄スミティの宗岡会長はじめ、日中双方で行政、企業、経済団体、関係者約400名が参加をし、歓迎レセプション、全体会議、商談会などの行事を実施することといたしております。今年は日中平和友好条約締結の40周年の節目の年でございますし、また我々の北海道におきましては、5月には李克強総理のご来蔵がございました。そして日中知事省庁フォーラムをその際に開催をされましたし、10月には日中与党交流協議会の開催もあったところでありまして、日中間の関係強化に、北海道も一定の役割を果たしてきたところであります。そういったことにもう一つイベントが加わるという状況でございます。ぜひ皆さんのご取材よろしくお願いします。これからご質問をお受けいたします。ご発言の際には社名とお名前をお願いいたします。それではご質問のございます方、挙手でお願いいたします。すみません、USB 店の枠になります。よろしくお願いします。はい、基本の
会でですね、フェンタズマのご支援を任せた吉田都市が一例交渉権獲得ということになりますけれども、知事のご感想をお聞かせください。はい、金足農業ですよね、の吉田康生君、吉田康生選手とピッチャーですよね、大変嬉しいです。去年は清宮選手もその前の年、甲子園で大変注目を浴びた選手を一指名をして入団を実現した。で、今年は田中農業の吉田康生選手2年続けてというのは、さらに言えばダルビッシュもそうだし、それから大谷もそうですよね、そういうやっぱり高校生球児で活躍した方々が道を巡って育てられて、またさらに広がっているこういう流れがあることを、多分この吉田選手を大変喜んでいただいたなとコメントなんかあったんですけど、そういう感じを受けて、まあもちろん本人もハッピーであると思いますけども、私ども日ハムファンとしては戦力となって、今年は残念ながら3位でありましたが、来年の優勝に向けて頑張ってほしいと、こんなふうに思います。他にご質問いかがでしょうか。なければ以上で本日の提言を終了します。はい、